でもこれ竹取って、あ、もうこれを材料にするようなレシピがもしかしたらあるかもしれんってことか。春の若竹、バンブー。どっちも滝じゃねえか。皆さん、こんばんは。ただいまのアイノトーン時刻は2020年4月9日、木曜日の午後8時34分です。では、本日のお知らせです。今日、アイナ島にマミーさんという方が新しく引っ越してこられました。おー、来た来た。新しい仲間が増えて、私もとっても嬉しいです。それでは本日も良い一日をお過ごしください。やったね、子供と二人で来たか。どんな感じの家になったんやろ。あ。あれや、買い取りボックスや。スマホが鳴っている。もしもし、こちらはたぬき商店のつぶきちです。買い取りボックスに入れてくださったお品物の代金 14,116 ベルをお口座に振り込ませていただきました。ご利用ありがとうございました。またのご来店をお待ちしております。さあ、そして、さらにね、何やったっけ今回。何を買ったんだったか。うん、忘れた。あれか、ジャングルジムかかったの。これ何？たぬき開発。アイナ様に見つけていただいた土地に新しいお客様が引っ越してこられました。あ、そういうこと。今回のお礼に1000マイルを振り込ませていただきました。ささやかですがご活用ください。たぬき開発。あ、こういう感じで来るんや。へえ。なるほどね。ってことで、早速ちょっと、ジャングルジムをセットしてこようじゃないか。さあ、あの土地にね、私が公園を作ろうとしている土地に、行きましょう、行きましょう。ジャングルジムどの辺にしよう？この辺かな？ちょっと待って、こっちの方かな？ジャングルジム。ちょ、待って。とりあえず、これ逆にしよっか。あ、そっかそっか、ちょっと待って、ポケットいっぱいやわ。ということはだよ。これをこっちの方に持ってきて。よっ。実際にさ、みんなが遊び寄るところとか見たいんやけど、めっちゃ。この辺に置こっかな、ジャングルジム。どうや。で、ちょっとこうか。向き的には。あ、邪魔。ああ、邪魔。なんとなくちょっと公園っぽい感じになってきたんじゃなかろうか。で、こういうやつの近くってなんかカラフルなタイヤみたいなのあるよね。あれもあったのかな？いい感じ。てか、滑り台とかなかったかな？よいしょ。いい感じにちょっとあそこに公園が出来上がりつつあるんじゃなかろうかと。あ、てかね、木の伐採を、ちょっと、試しに1個だけやったんやけど、待って、埋めとこ、ここに木はいらない。果物関係なかったわ。私が作った斧がダメやったんや。最初しょぼい斧がダメやけん、普通のやつでやったらって思ったんやけど、私が、動画の中で作ったやつ、この石の斧やって、木が伐採できるのは、この、石の斧のさらに上のこの斧？これを使ったら、ここ邪魔やけん切っとこっか。これを使ったら、ほら、3回やったら、ちゃんと切ることができて、で、この切り株は、全然、このしょぼいスコップで大丈夫。は。こういう感じ。だけど、まあ、これからは、多分動画外で、いらん部分の木とかバッサバッサ切っていくと思う。多分ここも切ると思うね。家の真ん前やし。これマミーさんちか。いい感じやね。ちょっとお邪魔するわ。おー、あ、なるほどなるほど。なんか子供部屋って感じ。ね。え、かわいいこの壁紙。いいね。どうも。え、無視？アイナさん、お島ではどうもありがとうございました。おかげさまで無事に引っ越しができましたよ。今日は荷物を片付けますので、明日からよろしくお願いしますね、タフン。よろしく、外のブランコとか使ってね。いいね、いいね。てか、家の位置。あ、ほら、若干前に出とる、やっぱり。もうちょっと後ろやったね。つらい。あ、ふうこちゃんおる。やっほー。こんばんは。この島にお住まいの方ですか？アイナさんとおっしゃるんですね。はじめまして。私、フーコって言います。実は博物館の館長、フーダの妹なんです。知ってるよー。いつもお兄ちゃん、兄がお世話になっております。かわいい。兄に勧められて星空を見に来たんですけど、この島の星空、私の期待以上です。これだけ綺麗に星が見えるのなら、流れ星になって出会えるかも。お、私はこの間、2回お願い事したよ。そうだ、アイナさんは流れ星に祈りを捧げると幸運が訪れるという話はご存知ですか？遠く離れた夜空のお星様が私たちの願いを聞いてくれるなんて、とってもロマンチックですよね。R スティックで空を見上げている時に、もしも流れ星に出会えたなら、そのまま A でお祈りしてみてください。そしたらアイナさんにも幸運が訪れるかもしれませんよ。そうそう。最近読んだ本に星にまつわるレシピが紹介されていたんです。何でも願いを込めて一振りすれば、なりたい自分になれちゃう不思議な変身ステッキなのだとか。何それ何それ。そんなんがあるの。夢があって素敵だから作ってみたくてメモしておいたんです。お近づきの印にこのメモを差し上げますので、もしご興味があれば作ってみてください。ありがとう。何ゼルダのやつみたいな感じ。また興味深いレシピを見つけたらメモしておきますね。お声掛けありがとうございました。これからも星を見に来ると思いますので、よろしくお願いしますね。何が作れるん？スターのステッキ。スターのステッキのレシピを覚えた。めっちゃ作りたい。お、なんだ何かしら。これか。DIY のレシピを増やそう。あ、なるほど。お、100レシピになったんやもん。肩書き、控えめに言って有識者、たぬきマイル1000マイルゲット。やったね。あとはもうないっすか？お、了解。DIY レシピ。スターのステッキ。星のかけらが3つと大きな星のかけらが1つ。大きな星のかけらってどうやってゲットするんやろう？星のかけらは2つゲットしたけど、なんかカービィのステッキみたいやね。変身やし。同じ任天堂やし。そういうことではないかな。わからんけど。さあ、ということで、ちょっと新たなものを調達してこよう。今日はなんか落ちとるかな？なんもないわ。何もなかったわ。たぬき開発マルチメディア端末、たぬポートでございます。1日1回にたぬポートへのアクセス特典マイルを付与いたします。4日連続ボーナス150マイル。ご利用になりたいサービスをお選びください。たぬきマイル交換で。レシピの方で、水飲み場の DIY レシピは800マイルになります。交換いたしますか？お願いします。水飲み場をプリントしています。何で作れるかな？石とかはいるんかなって感じやけど。ってことで、またどこかしらに、誰かを呼びましょうか。どうもー。アイナさん、どうも。こちらは建築相談カウンターだもん。どういってご用件だのも？インフラ整備の相談を。インフラ整備の相談だらもね。今ならこういう相談に乗れるけど、具体的には何をご希望だらも？土地を売り出そう。新しい住宅用の売り立ちを探してきてくれるんだもんね。手数料で1万ベルいただく代わりに、引っ越しが決まれば契約のお礼としてマイルを付与させていただいてるけど、どうだの？売り立ちを探してきてくれるだもん？探していきましょう。はいはい。ではまず手数料の1万ベルをお預かりします。毎度あり。そしたら売り手帳を確保するためのハウジングキットをアイナさんの荷物に入れておくからね。良さそうな場所を見つけたら、そこで使ってもらうだけでいいからね。それじゃよろしくだもん。ちなみに、他にも何かご相談あるだらもん？大丈夫です。はいはい。またいつでもお待ちしてるだらもん。この辺りにしましょうか。ということで、ハウジングキット。新しいお家の建設予定地。ちょ待って、もうちょい後ろかな。この辺りか。新しいお家の建設予定地、ここにしようかな。想像してみよう。ちょっとどけなきゃいけないものがあるけど、ここに決めちゃおうかな。ここにしよう。ちょっと横がまたいまいち見えてないんやけどさ。お家を建てる場所を決めた。新しい出会いの予感。で、まあ多分、こっちがうちに合っとるけん、まあ、マミーさん家が若干出とる感じになるけど、でもうちの感じには合っとるはず。この辺からやろ？こう行って、え、もしや若干後ろか？この、いや、わからん。わからん。でも多分合っとるはず。うん、きっと。あ、てか噴水は何で作れるの？てか覚えてないかな、もしかして。あ、印刷しただけでやっぱ覚えてないわ。水飲み場。ふんふん。水飲み場のレシピを覚えた。作れるかしら。石と鉄鉱石。あ、作れそう。じゃあこれセットしよう。水飲み場を作って、ちょっと設置しに行こう。違う。違う。よいしょ。DIY で何か作ろっかな。作りまーす。水飲み場を。どうしよう、水飲み場。広場の方にも欲しいね。ちょっと2つ作ろっか。作れるはず。よし。オッケー。水飲み場ができた。じゃあこの2つ設置しよう。どのあたりがいい？このあたりかな。まあ、ちょっと通れんくなるけど。水飲み場。あ、通れるわ。通れんかった。あ、通れる、こっちから。ふんふん。じゃ、全然良きやね。これ水飲み場やろ、1個。で、もう1個、あっちの公園内に。いいよ。どの辺かな？まあ、この辺に置いておくか。もうちょい離しておきたい。こんな感じでいいか。よしよし、オッケー。さあ、ってことで、マイル旅行券でちょっと旅立ってきます、私。あ、和風のところか。さあ、到着しました。今回のターゲットはこの島です。私はここで待機していますから、お帰りの際や道具が必要な場合には、いつでも声をかけてくださいね。グッドラック。あ、誰かおる。ペンギンやペンギン。誰だっけ、君。ビス。わあ、この島に僕以外の人がいる。なんだ、君も遊びに来てるのか。はじめまして。僕、ビス。君はアイナ島から来たアイナくんだね。まさかこんなところでお友達ができるなんて思わなかったよ。仲良くしてね、ペンペン。ビスか。もうちょっと違う子にしようっと。ちょっと誘うのはもうちょっと違う子にするわ、私。どこでキャンプしてるの？あ、ここか。なるほどね。あ、メッセージボトル。新たなレシピ獲得なるか。桜系がいいな。拾ってくれてありがとう。久しぶりに読んだ本にこんなレシピが挟まったんだよ。お父さんの忘れ物かな。誰かに自慢したかったから作り方を一緒に入れたよ。よかったら君も作ってみてね。職人のヒュージより。道しるべ。よくない道しるべ。まあ、世界のやつではないけど、なんかマイルで交換できるやつ、世界の道しるべ結構いいなって思うんやけど、道しるべはどう？なるほど、なるほど。でも可愛い。ね。めっちゃ可愛い。普通に欲しい。簡単に作れそうやし。良きだね、良きだね。これ竹も切れるんかな？この斧で。は。あ、てか竹取れる。竹取れた竹。こういう感じなんや。いいね、いいね。でもこれ竹取って、もうこれを材料にするようなレシピがもしかしたらあるかもしれんってことか。春の若竹、バンブー。どっちも竹じゃねえか。どっちも竹なのになんで片方だけバンブーなんだ。まあでも今回はいい住人はおらんかったかな、私的には。ね。まあ、次回、もしかしたら、うちの島に、キャンプサイトに誰か来るかもしれんけん、それを期待しようかな。キャンプサイトとか自分が勧誘せんくっても、まあ、勝手に来る住民もおるんかな。やっぱり。もしかしたらね、日付が空いたら、勝手に制約済みとかになるかも。でもああやってなんか島に行ったらいろんな子に会えるのは楽しいね。あれって別に必ずおるわけじゃないんかな。ちょっといまいちわからんけど。なんか二人で散歩しおるみたいな。ほい、ということで。じゃあ今回はこの辺で終わりにしたいと思います。最後まで見てくださってありがとうございます。よろしければチャンネル登録、グッドボタン、Twitter フォローお願いします。最初から見てもいいよという方は動画の概要欄に再生リストのリンクを貼ってますので、そちらからどうぞ。いつもたくさんのコメントありがとうございます。また次回の動画でお会いしましょう。またねー。そういえば、ケイトさんは、ね、エイブルシスターズの方におらんけど、そのうち出てくるんかな。あれかな、フーコちゃんみたいに来訪者みたいな扱いなんかな。